号スターしんちゃんさん、あの桜餅ごんべんさん、桜餅コキンさん、ハートシェーンさん、花束ありがとう。冷蔵庫にブラックモンブランがあります。今すぐ冷凍庫に入れてください。揚げ足取りのパセリ。シュウさんお疲れありがとう。リンタロウさん桜ありがとう。今日はサコタンの生誕でした。バブちゃんの生誕祭でした。まあ3月までは最年少ですかね。春からノアピちゃんが入ってくるので最年少シャコシャコシャコの生誕祭でして、今日はなんとちょっと待ったの係をさせてもらいました。もうちょっと待った係が2回目とか、お手紙係も何回目かで、ケーキ係が何回かで、私結構2期生の生誕祭まだ始まって半年とかなんですけど、8割9割私担当させてもらってて、何かしらをすごくね嬉しいです。ありがとうございます。いつも仲良くしてくれてるメンバーがこんなにいるんだと思って、あれは仲いいメンバーとかが選ばれるようになってるんですね。だからこんなに仲良くみんながしてくれているなんてありがとうございます。嬉しいです。これからも仲良くしてください。保育園かな。こんばんは。ゆいやさん桜餅ありがとう。ともひろさん桜餅3個ありがとう。うさきさん桜餅ありがとう。ありがとうございます。帝国さん桜餅ありがとう。カードリさんお疲れと、桜餅ありがとう。あーありがとうありがとう。乗り換え間違えまくった。お、よかった、無事に帰れそうでよかったです。読んだかな全部。いっちゃん桜ありがとう。お疲れ様。りんたろうさん桜餅、いっちゃん桜餅ありがとう。おずさんパフェありがとう。まこばやさん桜ありがとう。ふくちゃんも桜。センスゼロさんありがとう。スタンプこちらこそありがとうございます。おずさん花束10個ありがとう。大吉さん桜餅ありがとう。ありがとう。楽さん桜餅ありがとう。もう今日はぐっすり眠れそうですね。楽しかった。なんか本番前に MC のお題何にするみたいな話の時に、しみさえがえパシェの話してもいいって聞いてきてパシェのこと言ってもいいって言われて、いいよって言ったけど、なんか他のメンバーはなんかそれは今度話さないみたいななんか卒業したいことみたいな話の MC のお題だったんですよ。でしみさらがパシェって言うのをやめますみたいな、話そうかなみたいな言い始めて、それ今度言ったらみたいなすごい説得されとったんよしみさら。でもしみさらはずっと開演前まで、いや私はもうこれでいくからみたいな、もう突き通して本当に話してたのよ結局やめないらしいです、清水さんは。今日もずっとパシェパシェ言っててでね、パシェパシェめっちゃ呼ばれとると思ってね、何呼んだって言ったら、私を呼んでるわけじゃなくて、普通に他のメンバーと話してる時にパシャパシャ言ってるんですよ。私を呼ぶわけじゃなく、普通にもう呼吸するようにパシャパシャ言ってた。何だったんだろうかあれは。シーサイド丸さん桜餅ありがとう。帝国さんハート100個ありがとう。秀休みさんハートありがとう。神戸のマーチさん桜餅3個ありがとう。ディミタールさんパーフェイありがとう。ジュノラニカエグレさん桜餅ありがとう。今日はなんか春って感じだね、ギフトがいっぱい。カードリーさん桜ありがとう。なんかね、シミサラのこだわりはなんかパシェっていうのを儚く切なく言うのがポイントらしい。なんかパシェじゃなくてパシェみたいなパシェの後になんか点点点は3個いるみたいな、なんかすっごい私にね力説してくる。パシェって言う時はちゃんと点点点がつくタイプのパシェで言うんだよみたいな、すごい言われます。すごい指定してくる。もう私は自分のこと呼ばないからいいのにめっちゃ言ってくる。今日ブルーライブでね、
公演があったんですけど、ブルーライブに立つのは8月の1日とかだったかな。8月1日のツアーの広島ぶりだったので、9、10、11、12、1、2、3、もうほぼ4だから8ヶ月ぶりでした。8ヶ月ぶりに帰ってきました。楽しかったです。ありがとうございました。こんばんは、こんばんは。テンションもうおかしいから、私今日なんかさ、マンボウがなくなったから、マンボウが解除されて開演時間が遅くなったじゃないですか。だから帰ってくる時間も遅いからさ、もっといっぱいいろいろ話したいのに時間に制限があると思ったら悲しいよね。でもあれだね、春休み期間になったら若いメンバーたちも配信できるようになるからね、嬉しいですね。お昼の時間とかも学校に出た時間に配信できるからいいね。夏みかんさん、桜餅ありがとう。そうだよ、宇品にあるよ、ブルーライブ。桜餅たくさんありがとう。いっぱい食べて大きくなろう。今日は、そう、待って、もう一個言いたいことある。今日はさこちゃんの生誕だったんですけど、実はなっちゃんがシンポジでした。れいかちゃんが卒業して初の今日が僕隊で、そこのポジションになっちゃんが入ったんですけど、なっちゃんもともとやってたディフェンス、愛しさのディフェンスと、あのシンポジもディフェンスだから、多分あのユニットとかでシンポジを判断する方には分かりにくかったかもしれないんですけど、一応全部違うポジション、全曲ユニットも全部違うポジションでなっちゃんは出てました。公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の MVP 私、なっちゃん、なっちゃん、やっほー、みんな。そうそうなんですよ、あの船があった頃は宇品でライブをして、宇品で公演して帰るのがね、あの夜の海とか見ながらみんなで帰ったりしてたんですけど、最近はあの海の方じゃなくて町の方で公演だったので、そう、久しぶりに海の方の夜だった。日本語、海の方のね、夜でしたな。山崎さん、お疲れ、ありがとう。浜ちゃん、ハートありがとう。 MVP パセリです。本当ありがとうございます。今日ね、会場が違ったんですけど、今日私恋ラジのライブもあって、でリハがそう間に合わなかったんですよ。恋ラジが4時過ぎぐらいまであって、で会場も違うからやばいと思ったけど、ちゃんと昨日のレッスンがあったからよかった。みんな日暮らしびっくりしたんじゃないですか。今日出はけが、いつも出はけが両サイドなんですけど、今日は下手側しか出はけがなかったから、日暮らしの声いつもあのイントロから2人出てくるんですよ。でも今日はアンナが1人で出てきて歌ったから、えパセリってなったと思う、もしかしたら。あれパセリ、えパセリいない、アンピのソロってなったかもだけど、あの出はけの関係で途中からっていう、そういう演出のあれでした。スケモンさん、バラありがとうございます。え、嬉しい。後ろでも一生懸命踊ってる姿が良かった。嬉しいです。ありがとうございます、見つけてくださって。これからも頑張ります。そう、今日はあのいつもより会場が広い分、お客さんの席もたくさんあったりして、お見送りもあったんですよ今日から。嬉しい、お見送りが再開したんです、なんと。でね、その開演が18時45分だったんですけど、さこちゃんがまだまだね、年齢的に21時までしか出れないんですよ。だからもうみんなさこちゃんをお見送りに出すために、もう早着替えも頑張ろうみたいな、公演前からみんなで頑張ろうねみたいな言って、ちゃんと間に合いました。だからあのバイバイっていつもはけるじゃないですか、配信の皆さんありがとうとか言ってバイバイする時も、
もう今が何時か分かんないから、メンバー時計持ってないからやばいかもと思ってそうそうなんですよ、よかったです。だってメインはさこちゃんだからさ、今日さこちゃんの生誕をお祝いしに来てる方がやっぱ多いと思うので、まあ、それ以外推しメンを見に来た方もいらっしゃると思うんですけど、だからやっぱファンの皆さんとねお見送りで会える機会なかなかなかったからよかったです。無事クロさんお疲れありがとう、安部さん花束ありがとう、ペンライトもありがとう、でもお断りです。そうサラちゃんが、サラピがそうやって言ってくれた、クドーみたいなクドーサコちゃんがみたいな言ってくれた、マイク通してありがとうございます。安部さんレインボースタジオっ子ありがとう、ありがとう、 T シャツさんめっちゃかわいい、ありがとう、ありがたい、ヤシチさんバラありがとう、ヨモツクさん桜ありがとう、そうめっちゃ拍手してくださったの、ありがとうございました。配信見た方もやってくれたかな、拍手。今日の自己紹介前の MC ちょっとどうだったでしょうか。いつもあそこね終わり方がちょっとぐだるんですね、自己紹介前 MC でも今日はちょっといい感じにパンちゃんにつなげたかなと思ってね、内心まだまだだけどいつものぐだり方よりちょっと成長したかなと思って、パンちゃんにどうだった、大丈夫だった、話しやすかったかなって聞いたら、パセリめっちゃうまいねってめっちゃ褒めてくれたから、やったと思った、やったね、嬉しかった。ノイノイさんお疲れありがとう、コイラジずっとパセリ探してた、ありがとう来てくれて。そうコイラジのライブも、コイラジのライブは暗闇、ペダルと車輪と来た道と夢路からヘタレだったんですけど、あの暗闇はねやったことないポジションで、他は夢路からとペダルはピンマイカー時代のポジションで、ヘタレはマイカーで今やってるポジションなんですけど、そうあのピンマイカー時代の夢路からのポジションとペダルのポジションだったからめっちゃ懐かしいと思いました。懐かしいだった。でも暗闇は初めての、初めてね、あの暗闇のさ窓作るとこ分かりますか、これ都会で暮らすのとこの窓のこうやってさぺっこりしてさ90度になるとかあるじゃん、あれを初めて今日したんです。で昨日レッスンがあったんですけど、このコイラジのコイラジのレッスンがあってね、あのソラハさんが隣にいて、ソラハさんがこう窓作って、その後ろで私がこうお辞儀をするんやけど、めっちゃダンスの先生に「おさきお尻がはみ出てるよ」ってもうちょっとソラハの前に行ってみたいな、ソラハより半歩前に出ないとソラハのお尻からお尻がはみ出てるよって言われて、そこを何回もやり直したりして、だからどうだったかなそうそうなんですよ、やっぱみちさんと踊る機会がなかなかないので、大きいコンサートとかでしか、で大きいコンサートだとポジションが結構離れてたりして、みちさんの近くで踊ることないから今日すごい新鮮でした。あとねレッスンとかでもみちさんのダンス見て、あこうやってやったら綺麗に見えるんだとか、みちさんのダンスの何凄さを改めて感じたというか、見てても感じるけど実際自分が一緒に踊ってみて、あすごいなって改めて思ったし、なんかね学ぶことがたくさんあった昨日今日の2日間だったけど、すごい楽しかったですね。みちさんと何か話した、みちさんとは普段から結構お話しさせてもらってるから、今日は特に今日なんか話したってより普段からいろいろお話ししてくださいます。みちさんはパセーって言ってくれるから、クロさんかわいいありがとう、ノイノイさんお疲れありがとう、あっちゃさんお疲れ、変なおずさんですさん、桜餅ありがとう、ありがとうございます。そう今日なんか即興劇をねやったんですよ、本当にもう即興で、本当にもうねあのカオスだったんだよね空気感が、あのスプーラの子が
スプラのオレンジの子と味方のはずなのに、なぜかそのスプラのオレンジの子が私に私なんかね、あの浦島太郎のなんか即興劇みたいな感じだったんですよ。でめっちゃ中身が全然違って、で私とそのオレンジのね子がねあのね仲間なのになぜか私に喧嘩を売ってくる気始めてなんで長崎は何があるんだよとか言われて後からめっちゃごめんなさいすいませんってすごいね謝られたんですけど、楽しかったですなんかすごいあのみんなはぁみたいな STA さんみたいな感じで来られて、私はなんかさあいやいやいやみたいな、私推しメンがいるんよ実は。推しメンがね、あのアクターズスクールの推しメンがいまして、去年の秋の発表会見に行った日から緑の子あさかちゃんあさかちゃんが推しメンなんです。あの今まで言わなかったけど共演したから言うんですけど、ずっとあさかちゃん好きでツイッターも早くフォローしたいなと思ってたけど、私あのお仕事一緒になった方とかしかフォローしてないからあんまり。今日ねフォローが来たんですよ。公演終わってスマホ開いたらあのフォローされましたみたいな通知来てて、もういろんな人に報告した。みほ見てあさかちゃんからフォロー来たって言って、ゆなあな聞いてって言って、そうあさかちゃんからフォロー来ました。そうなよ、私秋の発表会を見に行ったんですね、ゆなあなと。あの STU のオーディションがありますって発表があったあの公演に行ってて、あの時にゆなあなにあの子名前なんて言うのって聞いて、で終わった後ゆなあなが裏に楽屋のとこに行くっていうからついてったら、ちょうどその子がいて、あ推しメンですみたいな私すぐさ推しメン作ろうとするからそうなんですよ、そうなんだよ。写真撮ってもらいました、ありがとうございましたいっぱい撮ってもらった。え本当にあずみちゃん、あの STU に入ってくるあずみちゃんがもう可愛すぎて、みんなでえやばいねみたいな、あずみん可愛すぎとか言ってみんなで言ってた。もう室桃ちゃんもめっちゃ可愛かった、みんなでさ、えもう室桃ちゃん可愛い入ってよとか言って、もうそんな無責任な発言をしてたぐらい、もうなんかすごいキラキラしててみんな。そうやっぱりね、なんかキラキラしてる子って応援したくなりますよね。私もそうなれるように頑張ろうって今日思いましたともっちさん、桜餅ありがとう。そう楽しかったよってことはそれくらいそうあずみちゃん可愛かった、めっちゃなんかあれなんですよ、画像とか映像 DMM 配信とかで見るよりやっぱ生で見た方がキラキラ、やっぱ人ってねキラキラしてるなって思った、よりみんなファンの配信見てるかなと思ってるでしょ。今日私はアイドルですよ、アイドルしてきました、楽しみですね、春から入ってくる。くらさん、桜餅ありがとう、楽しかった。今日来てくださった皆さんもありがとうございました、雨の中ねありがとうございます、本当に本当にもうずっとお辞儀したいぐらいなんですけど、ありがとう、みんな来て、みんなってみんなは来てないけど、配信とか見てくれた方も、今日ちょっとお仕事とか用事とかで見えてないよって方もありがとうございます、パセの配信見に来てくれてありがとう、お疲れ様です。そう姫ちゃんの、姫のねなんかママのお手紙がすっごい面白くて、そう私ママからのお手紙に弱いんですよ。今日もさすごい泣いちゃって、しかもさママもだし、サコもサコ本人もすごいメンバーのみんなみたいな、いつもありがとうみたいなこと言ってくるからさ、もうなんか親卒業式の気持ち、やっぱサコって今年中3で卒業するから、卒業式を見に来たママの気持ち、今まで育ててくれてありがとうみたいな気持ちで勝手に聞いちゃって、もう涙が出てきて、でパッて前をね、あやばい涙が出てくると思ってパッて顔上げたら、もう目の前でリネタンがもうすごいもう泣いてて、
またリネタン今日も泣いとるわって思ってちょっと涙引っ込みました。リネタンさ隠さずにこうやってこういう涙じゃなくてもうーみたいな泣いてて、そうリネがね、なんかねさこちゃんとファンの方の関係性ってすごいあのすごいんですよ。あのよくね私のリップとかお話し会とかでもなんかファシェ姫様をよろしくお願いしますみたいな感じなんですよ。本当に姫様のことよろしくお願いしますって言ってくるのいやいや私の方こそなんかよくしてもらっていつも仲良くしてもらってますみたいな、なんかあの学校の先生と親のやり取りみたいなさ感じでいつもねたくさんお礼を伝えてくださるんですよ。ありがたいですね。勇気にはお断りです。結婚してはお断りです。え、ちょっと待ったってこれうるさくなかったですか？大丈夫？私大丈夫だったかな。怖い。楽しかったです。ありがとう。こちらこそありがとう。気をつけて帰ってくださいね。リンネね、いつもそう、もうリネタンはあの私の生誕の時とか開演する前、公演が始まる前、なんだリハの時からやばいもう泣きそうとか言っとったし、リネタンの涙名物ですね。生誕名物です。あ、大丈夫だった？よかった。もうめっちゃ声出す、ちょっと待ったって言いました。セブアメで培った声量ですびっくりした。絶対ミホリンとかと思ったでしょ。ミホリンかリコちゃんとかかなってみんな思ったと思うんですけど、なんとパセリママでした。でミホママとリコママがお手紙を読みまして、でも今日なんか MC でみんななんかサコのお姉ちゃんになりたいみたいな、なっちゃんとかいろんなメンバーが言い出して、譲りませんこの座は。ママがいっぱいいるから本当にもう楽しかった、本当に楽しかった。久しぶりの公演だからさ、やっぱいっぱい公演したいなと思った。マイカー公演もしたいし僕隊もしたい。でも僕隊次来週あるんです。しかも工藤理子の生誕なんです。工藤理子さんはすごいあのいつも毎日仲良くしてもらっておりまして、もうずっと一緒にいるのであの楽しみです。今日ね理子ちゃんが声ラジのライブのやつでしりとりゲームみたいなやつをやってたんですよ。リズムしりとりゲームみたいなやつを出てて、舞台袖でみんなで心配してました。リコちゃん変なこと言わないかなみたいな、放送禁止用語言わないかな、大丈夫かなって言って、もうみんなソラハさんもミホもみんな心配してた。マネージャーさんも心配してた。でも大丈夫でした。そう生誕、生誕多分何でもありと思ってるから、なんかそう、その暴走、もし暴走した際に止められるメンバー美穂とかが必要だと思うんですよね美穂必要な気がするんだよね。美穂ちゃん、美穂さん、田中美穂さん、楽しかったね。そう美穂ね、そういないよ。みほちゃんいないんです。なぜか。どうして？だから私とサラちゃんで止めるしかないね。みほ。今日久しぶりにサイドポニーした。めっちゃ引っ張られて。これ結び直してもらったんですよ。だからね、実は恋ラジの髪型と一緒に見えて違うんです。これここのヘアゴムがあの太いヘアゴムだったけど、なんかね あの暴れたじゃないや、踊ったら踊ったらすごいボサボサなったから、僕隊前にちゃんと結び直してメイクさんにやり直してもらって巻き直してもらったんです。だから同じ髪型に見えるかもしれないけど違うんです。あ、バセ
そのまま同じ髪型と思うかもしれないけど違うんです、違うんです。ちゃんとちゃんとちゃんと巻き直してる、巻き方も変わってる、メイクさんが違う方だから変わってるんですよ。ちゃんと見つけてください。難しいね。それではそう巻き方がちょいと違う、ここら辺から巻いてたんですけど、ここからこうしかもこう内にくるくるんってしてる。かわいい、ほんとありがとう。なんかすごいみんな褒めてくれる。気をつけて帰ってね、気をつけて帰るんだよ。もうお腹空いてないですか？新幹線だったらあのご飯あれだね、食べたやつ買えないもんね。バタバタ駅に行ってバタバタ乗ったら。明日美味しいもん食べてください。雨の中ありがとうございました。またダンス上手くなってた？うそ、みちさんがいたからかな。ねえ、もうねえ、もうまぶた閉じてきた。今日で何食べた？今日は朝からキャベツと納豆食べました。でお昼は声ラジのライブがあったからそこで用意していただいた美味しそうなお弁当食べ、お弁当のおかずだけ食べた、食べて、そんで今日差し入れをくださったほのたんさんいたんですよ。なんかねなんかほのたんさんからの差し入れがボンって置いてあって、なんか STU のビッグボス矢野ほのかよりみたいなの書いてあって、マイカーのみんな頑張れって書いてあるね、オロナミン C が置いてあったんです。え、ほのたんさんいるんですかって言ったら、客席にいるかもみたいな言われて、で踊ってる時は見つけ、踊ってる時にあ、ほのたんさんだって思ったんよ。でも多分ほのたんさん私が見てるって多分気づかなかったから、あの MC の時とかバイバイってする時にほのたんさんにあのうちわね、なんかうちわで優勝チームを決めるみたいなやつをしたんですね。最後にライブの最後に月曜日だったらこれとか色をね決めてやったのに、ほのたんさんはあの STU メンバーが一人もいない火曜日のうちわをあげてましたとかずっとねちょっとって言ってメンバーでうちわってやってた。クロさんタコありがとう。でお弁当はね、なんかね何が入ったか、タコとかキュウリの酢の物とか、すごい料亭みたいな感じの煮物とか、美味しい豪華なお弁当でして、お昼と夜ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、来てくださってありがとうございます。そうで夜はあのいつも公園で食べるお弁当、ハンバーグとあとサバの塩焼きとか入ってるやつかな、食べたかな、おかずだけしました。でさっき帰ってきてからドーナツ公演終わった後で糖分を欲してたからドーナツをねずっと我慢してたから食べました。今日ソラハさんドーナツの話をしたらさ食べたくなっちゃった、外そうかな、頭が引っ張られてずっと痛いから外そうと思います。というかそろそろ終わろうかね配信を。みんな話に付き合ってくれてありがとう。多分公演今日見れてないよって方はさ、パセリが何話してるのか全然分かんなかったですよね。パセも公演後のテンションで話してるからさ分かりにくかっただろうに、ありがとう反応、コメントとかで反応してくれたりとかギフトとかあの星投げとかもありがとうございます。本当にどうなそう外しちゃおう。日暮らしの恋さ、日暮らしの恋するのも2ヶ月ぶりだったのよ。でアンナとだったんですけど、今日はなんかねリハ、聞いてほしい、リハがね、リハ恋ラジメンバー間に合わない予定だったんだけど、
いつもリハって全体の曲やって、で一旦解散、みんなお弁当とかメイクの時間に入ってユニットのリハとかやるんですけど、ちょうど私たちが着いた時に1曲前のユニット曲やってて、やばい間に合うと思って雨のさレインシューズ用のスニーカーを今日履いてたんですけど、そのままやばい靴履き替える時間はないけど一応曲に間に合うってなって、あのリハ間に合った。日暮らしの良かったです、無事間に合って。会場が違うからさいつもと、で会場の番号がいつも5番までなんですけど6番まである会場だったから、歩いていくスピードとかも変わるんですよ。そう広かったから、その何舞台袖から自分の立ち位置まで行く曲のさリズムがいつもと変わるから、そうリハをしたいなと思ってた、ちょうどねちょうど間に合ったからよかったです、間に合った。で終わった後にさダンスの先生が今日はなんかこの後別のお仕事があってみたいな言われてて、えリハどうでしたかって言ったら、日暮らしよくなってたよみたいな褒めてもらえたからすごい嬉しかったです、ありがたい、ありがたいわ。なんか見てるってことじゃないですか、褒めてもらえるってことは。まあ褒めてもらえるじゃなくてもなんかこう何そこ違うよって言われる時でもやっぱ見てるってことじゃないですか、それをちゃんと伝えてもらえるっていうことだからすごい嬉しいですね。クロさん、サルありがとう、アイスもありがとう。今日はアンナのソロから始まったからアンナのソロステージでしたね最初は。日暮らしでもこのなんか最初のこれがなくなっちゃった、袖にいたから。ヒロさん、桜餅ありがとう。私褒められて伸びる子なの。そうだ、今日もボリスとね、なんかリコちゃんがねブラウニーって呼ぶんです、このボリスのことをボリスなのにブラウニーとか言ってくる、一生覚えてくれん、一生絶対覚えるけど。やすべえさん、さくらありがとう。出てくるタイミング、そうさっき話したんですけど、そう冒頭のね配信の冒頭で話したけど、会場が上下から出れないからっていうことで昨日のレッスンで変更して、他の曲もです、夕日を見ているかとかビンゴも、ビンゴが本当に面白くて、ビンゴはいつも上下から出てくるんだけどそれもできないから、私とサラちゃん、サラピ、サラちゃんとサラピ同じ人ですね、シミサラとどっちか分かんない方がいるから一応普段はサラちゃんって呼んでるけど分からん人がおると思うからサラピ、サラピと私だけMC に残ってたメンバーの前を突っ切ってポジションに行く、そうそう行くのよ。ヤホイさん、かわいい、ありがとう。いやいいよ全然、配信ね全部見れないもんね、そう仕方ないです、それは全員が全員最初から見てるわけじゃないから、まあ、なんか質問あったら聞いてくださいもう同じ質問がもう何回も何回も来る時あるから、そういう時はそうあれだけど全然聞いてください。やしちさん、花束ありがとう。高尾炭治郎さん、アイスありがとう。なんか同じ質問が来る時とか、今話してる内容のこととかを聞かれた時は今話してるよってなるけど、そうだね、配信の最初に話したことだから聞いてください。ともひろさん、桜餅ありがとう。桜餅、お餅、お餅ちゃん、ほっぺがおもちちゃんになっちゃう、食べ過ぎた。今
のお弁当で一番美味しかったのは何ですか？今日のお弁当で一番美味しかったのはきゅうりの酢の物ですかね。美味しかったです。あとなんか鶏肉のしそで巻いてあるやつ美味しかった。あとはタコ、煮物に入ってたタコと、あとは何かな、何ですかね、美味しかったです。煮物が好きなんですよ私。お疲れ様、ありがとう。もう髪の毛これにしたけど、緩く結んだけどそれでも痛かった。ね、お見送りね、楽しかったね。途中から来たよってみんな名前わかるかな。尾崎せりかって言います。尾崎せりかです。煮物はね、あの料理配信した時に作ったことあるんですけど、食べ過ぎちゃうんですよ私。全部食べちゃうの1日で、煮物作っても。だから作らないようにしてます。もう2年前、自粛始まったぐらいに煮物作り配信をしたんですね。したらね、もうなかったの。だからもうやめたんです。もう自炊したらさ、醤油のカロリーとか砂糖のカロリーとかを計算するのもめんどくさいってなっちゃって、1回1回測って、それで調べてカロリー何百グラムだからなんとかとか、そういうのがもううわーってなったから、もう買うのがいい、買ったらもう書いてあるからと思ってやめました。一人暮らしはね、そんなもんですよね。結局買うのがね、材料費もかからないんですよ。オロナミン C に卵は入れますか？え、入れたら美味しいんですか？やってみた方がいいですか？まだ飲んでないよ、ほのたんさんがくれたやつ。冷やしてるよ今。配信終わったら飲もうと思って。そらはさん、そらはさん、そらはさんにね、なんか鬱陶しがられたかもしれん私。そらはさんに誰絡みしたんですよ今日っていうか、実なんですけど、昨日もなんですけど、そらはさんに誰絡みしすぎて、もう私もうそのうちさ、このうちもうどん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 もう鬱陶しがられてしまいそう、ね、これをこのゆるくこう結びたいのに、このヘアゴムがカチカチだから硬くなっちゃう、結んだら。え、ソルハさんのもう腕とかをずっと触ってた、こうやってそっ、こうやってピョンピョンピョンってしてたら、あの何みたいな何この人みたいな言われて、どうしたらいいかな、ヘアピンで止めようかな。でも11時には終わる。もうね、もう汗がすごい、汗が、え、生卵入れるの俺のミニシーに、初知りよ。え、これいいな、このちょっとお団子っぽい感じで、ちょっとこうここだけちょろちょろ、はじめちょろちょろ中パンパン、おお、いいじゃん、短く見えて。おみかんさん、かわいい、ありがとう。やしちさん、花束ありがとう。あれ読んだやつ、これ読んだやつだ、読んだやつでした。聞かなかったことにしてください。ギフトなんかね、コメントでギフトがピョーンっていっちゃうから、ギフトの欄を開いたらめちゃめちゃ前のギフト読んじゃった。聞かなかったことにしてください。え、ショートカットっぽい、はじめちょろちょろ、でも分かんなくない、はじめちょろちょろ何がなんか分かんない。オロナミン C、 いいね、短いの。まぶたが開かなくなっちゃった。今日はソラハさんがね、なんか今日ソラハさんがね、なんかミチさんに、なんかミチさんウィンクできますかみたいな聞いとって、ミチさんがソラハさんに向かってウィンクをしたんですよ。うわー、やりよると思って、これはすごい、もう慣れてんなと思って。
だってウインクできますかって言ったらウインクしてもらえるんやと思ってそうパセも今度使いますねって言ったけどさ、そんな機会ないしさ、もう絶対バレるじゃんそんな私絶対ニヤニヤして聞くから、ウインクできますか、絶対バレる。だってみんなが言うでしょ、パセリがそういうことをしようとしてるらしいよみたいな、絶対みんながバラすから、私が言ったらあ来た来たと思われるでしょ。ガンケさん花束3個とバラ3個ありがとう。三輪クロさんラブレターありがとう。しんちさん桜餅ありがとう。私ね、そうウインク両目できるんですよね。でもなんかどっちが利きウインクか分からん。これとどっちが利きウインクですか痙攣してる人みたいになっちゃった。みんなはどっちが好きです、どっちが得意ですか。みんなもできます、ウインク。みんなやってる、今配信の前で見えないけどやってるの。そっちどっち、どっち。え、今日ヘタレタチオでみちゅさんと手をつなぐから、本番前になんか暗闇が右マイク、右手にマイクを持つので始まるんですね。でヘタレタチオで手つなぐ方右だから、やばい手汗どうしようと思って、やばい手汗やばいと思って、ずっとこうやってやってました。やばい手汗が、やばいやばい、待って私最後の挨拶の時も、僕隊とかのメンバーの手首をつかむんですね。その時も思う、やばいやばい手汗がと思うけどさ、衣装でこう拭けないから、舞台上でだから、あーごめんなさいって思いながらやってる、ごめんってなってるよいつも。してるのみんな。お疲れ様お疲れ様、偉いね。ひめたんのファンの方よりもすごいあれだね、従順みたいな、なんていうの、なんて言ったらいいか分かんなかった。 MC でなんかね、そうそういうことを言いたかったんですよ。でも言葉選びが難しいなと思って、あのあれとか言ってあのあれでみたいな、ごまかした。手汗困ったら飛ばしてくださいって言われても、そんな滴り落ちるほど出てるわけじゃないんですよ。爪の先からこうなんかちょっと雫がこう出るぐらい手汗をかくわけじゃないよ。ちょっとじんわりだから逆にキモいんです。手汗がその滴り落ちるほどかいたら、まあパッパってできるけど、じわーってなんか手のひらがあったかくてみたいな感じなんですよ。ほんとだね、もう59分になるね、あと3秒で。放置プレイ言われてる汗ウィンクもう一回お願いします。お断りです、断りよ。じゃ終わるか。いいね短い。聞いてほしい話いっぱいあるけどね、みんなはないの、聞いたろか。パセがみんなの話もまた聞くね、明日とか明日に持ち越すね。ありがとう見てくれて。僕たらアイス食べたいけど、もうダメだねこの時間は。おみかんさんかわいい、ありがとう。クロさんありがとう、スタンプありがとう。あー楽しい一日でした。もう今日なんかすごい充実しすぎてて、2日間ぐらい過ごした気分です。ありがとうございました。ふわーん、ふわーん。待って、今日が26ってことはあと3日後。みんな3日後は何の日でしょう。そう、工藤理子の誕生日、そしてくだらないとの日です。クラコンの放送日
あとアクリンさん誕生日、ヤヨも誕生日おめでとう。肉の日だね、肉肉肉だね。リコの誕生日、リコちゃん成人だよ、やばいやばい、楽しみ楽しみ。あ、そうだね、そう、お話し家の死にっても始まる、そうだ、ナイスパス。わ、すごいね。いやそうそう、ソファーから落ちそうになっちゃった。いやちょっと前に乗り出したらソファーから落ちそうになってしまいました。そう、こちら見てください皆さん、見えますか？見えてなかった、こちらです、ストーチ PR 舞台。投票は4月5日からなんですけど、29日から新日程のお話し会の受付が始まります。投票方法はこちら、投票方法はこちらです。近づけよ、ビヨーン、こちらです。ちょっと私のなんかすごい髪の毛ドアップすぎる。こちら、まず1個目、8枚目シングル劇場版 CD、投票とオンライン話し会のおしま試験として参加できる券ですね。あのパセリの個別のオンラインのやつ買っても投票はできないから、でもこっちだとお話もできるし投票もできるっていうすごい優れたやつで、もう一個は初回限定版です。これは投票とプレゼント応募券として併用できます。併用っていうのはどっちも使えるよっていう意味です。あの高校の時とかによく、あの高校受験とかでよくね聞く、併願とか聞くと思うんですけど、そのそれと同じことです。はい、そして3、 STU48 ファンクラブ、これはモバイルサイトのやつです。モバイルサイトって意味です。モバイルサイトが去年改名したやつがこれです。でもこれは 0.5 票しか入らないので、あのしかではないですね、 0.5 票入るんですけど、あのこういうのとかと比べると半分になっちゃうよっていう注意はあります。でも一票一本、一歩一歩、一票一票の積み重ねでたくさんの票になるっていうやつです。そして4つ目、 STU48DMM 会員さん、これは公演とかが見れるやつの月額の会員の方が投票できるよってやつです。わかったかな、伝わったかな。で、投票は4月5日から5月2日までで、発表が5月3日のグリーンアリーナの5周年コンサートであります。なので29日からだから、まだ今お知らせしてもみんな、あ、買わなきゃと思ってもまだ今は申し込みできないんですよ。あ、ありがとう、新日程の日程29日から4月4日までだって。じゃあ、あ、投票が始まる前の日までですね。ありがとうございます。中間発表がシングルの発売日4月13日ですね。だから4月5日に投票始まって、1週間後の CD の発売日に中間発表があって、そのさらに2週間後に本番の発表がグリーンアリーナの大きいステージであるっていう、あの中間で入っても入らなくても全然もう巻き返しが効くっていう、あのドキドキのシステムですね。ですね、頑張ろう。パセリもパセリのこと応援してるから頑張ろうね。ありがとうございます。そう、 0.5 票、でも 0.5 票が2人いたら1票、4人いたら2票。これ楽しかったです。あ、こちらこそありがとうございました、くまちゃん。これ楽しかった、もうなんか毎日したい公演、楽しいな、やっぱステージに立つのが楽しいと思っています。私は本当にステージにね憧れて入ってきたから、劇場公演を見て憧れて入ったので、柏木由紀さんのねシアターの女神公演見て入りたいと思ってオーディションをたくさん受けてきたから、
あのやっぱりねこうやって全国ツアー、え、これ私これがすごいね、あの48グループの劇場公演に出張公演に行けるんです。もうそんなのはさ楽しみすぎるでしょ、今まで見てたとこに立てるってね、ねえね、だからね、叶えられるように頑張りたいと思います。この前お話し会始めましてできてよかったです、ありがとうございます。推しメンが目の前にいた時ね、ありがとうございましたありがとう、またまた来てねって言っていいのか分からんけど、ありがとうございました。ね、出張公演ってさやっぱ知ってもらうチャンスだよね、他のグループのファンの方とか、そのあんまり広島に来れないよっていう ST のファンの方も来やすいと思うしね。え、でも最近さメンバーが MC とかでいっぱい話すようになったから、私はなんかすごい嬉しくなっちゃう、私はもっと頑張んなきゃってなる、もう私がなんか私話しすぎちゃったかなとか思ってたこともあったけど、なんかあもっと頑張んなきゃだって思った、今日頑張ろうって思いました。ねえ、頑張りますね、AKB 劇場に来てってコメントがいっぱいある、ありがとう。橋田ね、橋田見たいな、行ってみたいな。じゃあ終わろうかな、7分オーバーしているね、ありがとうございました。皆さんも素敵なアイスライフを過ごしてください。今日もあと40分ぐらいしかないけど、嘘ついた、50分でした、50分ぐらいしかないけど、ありがとうございました。美味しいアイスをたくさん食べて寝るんだよね、お腹いっぱい食べるんだよアイスを。じゃあ世界中のみんな、おやすみ。壇上読みます。壇上読んだら、壇上読むまでは終わらないから、私いつも壇上読みますって言ってからがもう本当の終わりの合図なので読みます。いきます。13位カメさん、12位大吉さん、11位ディミタールさん、10位コウジさん、9位しんちゃんさん、8位ラクさん、7位山崎さん、6位ジロくん、5位ズノラニカウェグレさん、4位クロさん、3位 T シャツさん、2位オズさん、1位ヤスベさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃーんじゃーんじゃーん、今日声ラジでねまだ喋るんですけど、声ラジでねこのじゃーんじゃーんじゃーんっていうお辞儀の音が流れたからね、え、ホネホネワルツ始まるかと思ったって言ったんよ私が。誰も共感してくれんかった、え、何って言われた。みんな分かってくれるよね、頭と首とって。歌いたくならないですか。全然あの共感してもらわなかった。美穂とかにねえねえこれ骨骨ワルツ始まりそうじゃないって言ったけど、って言われて、共感してもらえないと思ってこれショールームで言おうと思ったの。分かってくれるあ、よかった、誰も分かってくれなかった。本当にもう誰一人、みたいな、パセ何言ってんのみたいな感じで言われたから寂しかったんです。よかった、伝わりましたね、よかった伝わった伝わった。そう、あの NHK のアニメのさエンディングかなんかで流れてて、多分小学生だったんですよその時私。だからその時 AKB さんを知らなかったけど見てた、あとおじゃる丸のエンディングを見てたし、あとはあの3つの R で救おうみたいな篠田麻里子さんとか小島春菜さんが出てた、あのあれ CM も見てたしそう、私知らないところで AKB さんを見て育ってたから
そう、共感してもらえてよかったです。では本当に終わります。ありがとう、バイ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 、おやすみ。アイス食べるんだよみんな、寝る前に。バイバイ、おやすみ。